その剣見せて。俺様はワッツ名鍛冶屋さ。よし、これ鍛え直したよ。こんな名刀見てるだけでうずうずするぜ。ほら、どうしたことだ。俺のハンマーが光り出したぞ。それが聖剣。こりゃあたまげた。聖剣の力がハンマーにも宿ったのかも。よし、試しに斧でも作ってみるか。あっ、撤退。いらっしゃい、ドワーフ村名物の見せ物小屋へ。56で見れるよ。ショーの始まりだ。まずは世にも不思議なラビオタか。ラビと男でラビ男。え、バカにすんな。さすがはお客さん、お目が肥えてる。それでは正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。しくしく、はあ、優しいお兄様。さあ、大変だ、お立ち会い。聞くも涙、語るも涙、涙涙の悲しいお話。この子には返さなければいけないお金が56。こうして働き、少しずつ返しているというわけだ。さあ、心優しいお客さん、脚力だけでもいいから助けてあげてちょうだいな。なあに、わしの話し方もなかなかのもんだったじゃろ。今の聞いてた。許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじゃ。妖精の森に住んでたらしいのだが、洪水に飲まれてここまで流れてきたらしいのじゃ。森に帰るための旅費を稼いでやろうと思うてな。ついこの子のアイデアで。へへ、おいらに才能あるんだよな。へへへ、これお前もお詫びせんか。悪かったな。面目ない。お金はお返ししますですじゃ。申し訳ない。悪かったな。申し訳ない。悪かった。
何かが来る。ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。へへへ、まあそのうちなんとかなるでしょ。気長に行こう。神殿に封印したはずのバードが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれん。なんだそれ、先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。なんとありがたい。聞いたか、ちびすけ。この方の言うことをよく聞くんじゃぞ。オイラの足手まといになるなよ、兄ちゃん。いい、僕はだ。じゃあオイラにも名前つけてくれよ。変だろ。よろしく頼みますじゃ。神殿へはそれすぐそこにできた穴から行けるのじゃが、かつて北の魔女エリニーズが神殿を封印した時に貼られた、先にエリニーズに封印を解いてもらわねばなるまい。あの頃はいい魔女だったのじゃが、北の妖魔の森の中にエリニーズの城はある。
やつにあってなんとか結界を解いてもらってくれ。これはチビスケと一緒に流されてきた弓矢です。そういえばワッツが探しておった。物を作ってみたんだけどダメみたい。なぜだ。ありゃ、そのブーメランは。こいつはひょっとすると、ちょっとこの斧を持ってみて。やっぱりこのハンマーで鍛えても聖剣と一緒でないとパワーが出ないんだ。この斧は特別製。小さいものだったら岩をも砕くよ。この斧を買ってかないか。百力。何か新しい武器を手に入れたらまた来いよ。そうだ、近道を教えてやるよ。ここを使えば表からの出入りがずっと楽になるよ。こりゃまた妙なところで会いますにゃ。何かと物入りでしょう。特別出張サービス、セーブもするよ。にゃひ、こりゃま特別出張サービス。ご用は、またお越しください。
女が神殿を封じ、魔女に解いてもらうしかないんじゃない？えい！なんだ？これ、北の魔女が神殿を封印するために置いて、魔女に解いてもらう。よっ。
Hit!
斧のような丈夫な武器。Thank you.
しまったみたいだ。パンドーラの町の人たちと同じね。やっぱり魔女の仕業だったんだ。だって帰るか。魔女のとこ行くのか。ここの上の階の床に3人で乗れば。ところで特別出張サービスセーブもするよ。